社会医療法人社団巡航会高等病院は、東京都江東区大島にある医療機関。医療法人による運営だが、設立時の経緯から三菱聖工を呼び、順天堂大学と関係が深い、東京都災害拠点病院の一つ。三菱光材は、東京製作所に50床程度の病床を備えた、社員用の診療所を持っていたが、太平洋戦争による空襲で消失した。 戦後になり、王子のような病床を持った診療所の再建をしたいと当時の順天堂医科大学学長であった、有山登に相談したところ、病院には規模というものがあり、都立病院もないところであるから、少なくとも150床以上の病院を建設すべきであるとの助言を受けた。そうすると、当初の予定地では狭いため、三菱成功の有給地を利用して、 病院を建設することとした。有山は医療にかかる人材等の応援を約束し、初代委員長として小池正友を派遣。また、各部門に続々と医師等を送り込んだ。病院については、地元の強い要望などもあったことから一般にも解放することとし、病院名を高等病院とした。1967年7月1日に三菱成工が移転し、 跡地に日本住宅公団が団地を建設したことから医療へのニーズはさらに高まることになった。職員は三菱成功健康保険組合に加入し、同組合の提供する福利構成を受けることができる。ありがとうございます。